皆さんこんにちは。博多阪急1階アクセサリー売り場コンプレックスビズの日高と野永です。そろそろ母の日も近くなってまいりましたね。今回はそんな時にぴったりのお母様にしてほしくなるような素敵なヘアアレンジをご紹介いたします。まずサイドの髪を分けて外側にねじっていきます。この時にしっかりねじっていただくと綺麗に留めることができます。そうしましたら新作のシャインドブリスのバレットで留めていきます。バレットで留める時は少し高い位置で留めていただくとアレンジが綺麗にすることができます。お好みでこの時にトップに高さを出していただきます。そうしましたら残った髪の毛を三つ編みにしていきます。三つ編みを作るときはざっくりと編んでいただいて構いません。最後はレースのポニーで結んでいただきます。三つ編みはお好みで少し緩めていただいても構いません。編んだ三つ編みは上にねじり上げていきます。ねじり上げましたら三つ編みとねじった芯を一緒に留めていきます。反対側も同じようにコンプレックスビズオリジナルのデザートクリップで三つ編みとねじった芯を一緒に留めていただきます。これでヘアアレンジの完成です。いかがでしたか？コンプレックスビズではお客様の髪の長さや髪質に合わせた素敵なアレンジをたくさんご紹介しております。母の日にぴったりなアイテムもたくさんご用意しておりますので、ぜひご来店くださいませ。